こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は特攻育成ですね、やっていきましょう。アーセ、岸田、カンパチ、友沢、石上、そして明神と。で、今回はミート総力をガン上げしていくことが大事になってくると思います。パトスターに関しては二塁打、三塁打をたくさん打つってことが大事のようなので、まあ、そこの2点を注力してやっていくのがいいと思います。で、縦足がいれば、総力のところ、まあ、敏捷点はかなり稼げるんですけど、僕は、ボナが下がってしまうので、その関係上で今回入っていません。いる人は使いましょう。で、招きと、あとは、友達スタンプですね、今回は持ってきてます。行きましょう。なので、立ち回りはかなり特殊になると思います。まあ、敏捷点を稼ぐ方法としては、まあ、大きく分けて2つですね。こういう紫の練習があるところ、そして、高校固有のキャラが紫の練習で走塁とか、っていうところか、あとは積み荷。もしくは、今、イベキャラの方では打撃タックの岸田が紫なので、まあ、その辺に寄っていくと可能ですという感じです。それ以外は今のところ方法としてはありませんという感じですね。北節から行きましょう。なので、まあ、どれくらいこう、敏捷点を稼げるかのゲームにもなってます、今回はね。さあ、頑張ろう、頑張ろう。うわあ、いいですね、コアらしい、ナイス。チャンス。なあ、まあまあまあ、いいでしょう。もういいね。びっくり結構出ますね。ああ、まあ、岸田。ここは二人でしょう。まあ、ここに関してはアタックとかもおそらく組めないでしょうし、そんなにすぐにはって言っていたら組めた。うわー、うまいですね。まあ、これはさすがにここ行きましょう。まあ、筋力は正直いらないので、ここ積む意味もそんなにはないです。ただま、合わせの評価を上げられたので、そこは行きましょうというところですね。お、うわー。どっちもいないのか、もったいないですね。まあ、ここは紫を、甘んじて、済ませていただきましょう。うん、体力回復が多い敵はやっぱり楽ですね。小嵐か。一応、みそのと二人とも行って、てるというところと、まあそんなに頑張んなくてもいいんだけどね。うん、バンプは結構最高にいい高校ですね。なのでまあバンプ待ちでいいのかな。一応赤も2倍付けは、2倍付けではあります。そしたらちょっとハッチを追っちゃうか。うわ、もったいね。うん、これハッチ処理してもう行きましょうかね。お、いいやつ、ありがたい。これで大体評価いけそうっていうのと、カンパチもったいないですね。まあ、ありといえばあり、明神も上がるし、ね、ただ4だと 110% で、しかも緑これ積んでも何の意味もないので、もうここは出ましょう。で、筋力系は、さばいていきます。これと、あと4番とか、ああ、まあ、接戦取りましょうか。筋力系はマジでいらないので、今回。バンプいきます。まあ、いかに筋力系を取らないで進むかが、うわー、それはだいぶ痛い。結局、チームエイトの評価がこれ下がるので、相当痛いですよね。初っ端のネズミは3人積んだこともあり、かなり良かったです。いいやつはあるな。うん、素晴らしいですね。ここ、ネズミ2人ですね。で、ハイズカも一応総力入れば、タックが絡むので、まあ、そこもありがたいですね。ここは甘んじて合わせあげましょう。評価はいったはずです。で、明神ちょっと依存わからないが、ハーフバウンドが早すぎ問題ですね。ただ、ポイントある程度あるので上げれるのと、34なので守備スタートが、まあまあ悪くないですね。
もうすでに A まで上げれてますと。これどうしようかな。ここを上げるのも、まあ、なしではない。まあ、ここは間髪上げちゃうか。うん、まあ、いいでしょう。あんまりネズミが良くないですね、今回。お、素晴らしい。それは待ってました、マジで。まあ、これは、普通に行きましょう、まず。しかもこれ5、5、5じゃないか、5、4か。まあ、こういった形で岸田でしっかりと便所を稼いでいく方向性にはなりますね。メールちゃん積んでいく？まあ、しっかりと積んでいくのか、ただメール追っかけても、まあ、筋力しか入らないので、そこに関してはそんなに今は意識しなくてもいいっていう話と、ただこれを青を尖らせられると紫が、経験点ついて入ってくるっていうのもあるので、まあ、そういうことをいろんなことを考えながら、まあ、立ち回っていくことには今回はなりますね。一発逆転早いかな。4番と総力ブーストも、まあ、行きましょうか。臨床はしんどいかもしれないですけどね。まあ、北節に帰れるんで、暁にしましょうか。うん、技術もまあ、大量に入りますし。上り上司。まあ、ここはうまく技術を入れられたでしょう。ああ、失敗か。うん、悪くないんじゃないですかね。まあ、ここは、ここは青を積みましょう。まあ大きい数字を積んでおくとやっぱ半減した時にね、タックで。まあ、かなり大きいので。よし、偉い。これでサクセス始まりましたね、大体。で、今ハーフバウンドしてるのもしっかりと忘れずに上げておきましょう。体力回復でもいいな、ここ。結局次体力消費させられるんでね。だったら火をつけようかな。うん、悪くないですね。いいタックが入ってます。ここで 120% いけるか。ここは体力回復しましょう。なるほど、五十嵐でもいいですね。今が、全然積めるので。で、ここは打開ですね。衛星はもう終わっているんで。で、メカニクス行けなくなりました。北節はもうフルマックスで積んでるんで行きたいが、これ積めないし行った方がいいな。行きましょうか。で、技術結構尖っていますね、と。これ技術入ってこないよね。大丈夫だよね。まあ入ってくるとしてもっていう感じですよね。行きましょうか。北節に戻ります。全然積めてない。何をしていたんだろうっていうぐらい積んでないです。まあこれで暁は別に帰んなくてもよくはなった。うん、タック回数稼ぎましょう。これが4回。まあ悪くはないですね。ここは夕食をおごって、次のクリスマスですね。あ、クリスマスじゃないか、正月か。まあ合わせのポイント大きく。うわー、盗塁罰。それはいかんですね。と、マジか。それはいかんですね。で、盗塁はダメでしょ、マジで。
ただでさえ足りてないのに、敏将。うわ、きつ。せっかく順調に来ているところなんですけど、まあそういうことをされるとだいぶしんどいなという気持ちはありけりですね。うん、阿部比1だもんな、抑えにくいよな。連打、うわー、うーん、まあ逆襲リベンジいきますか。で取りましょう。内野安打、おう、よしよしよし、回復ナイス。盗塁こそ欲しいな。で波動バンプ戻りましょう。で今緑を増やさないといけない。いや8の敏将欲しかったな。よし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 、まあまあ踏ん張ってますね。やる気ないわ。おお、成功した、ありがとう。で、これで向かいますか。817か、結構、困りましたね。まあ、これでなんとかなるでしょう。541。さすがに補給は振りますか。7で、あ、7で2倍付けか、これ結構入ってくんな。うん、結構入ってきますね、多分。競争心とかいけますか。まあ、これでいいでしょう。67ならさすがに。さすがにないでしょう。うん、さすがに結構入ってきましたね。4。はい、塚か。内野安打初球窮地。ちょっと窮地取りましょう。窮地直取りしましょう。窮地。窮地どこなんだ、あった。でも初球は、コツとして取りたくないので、まあ置いときます。ナイス、108。よしよしよし、通りコツください。マジで、阿部比。あ、いいですね。あ、まあ、これは取らないか。シモン取っておきましょう。よし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 。さすがにね。あげてましたからね。で、メールちゃんでいいでしょう。まあ、シモンも行きたいところですが、ここはさすがに。チャンスとかが欲しいな。体当たりとムードか。うわ、あんまり固め打ちも取りたくないけどな。しょうがないっす。うん、チャンスありがたいっすね。まあ、ここは、精神とかを取ると4-4で揃えられると。いうのはありますってところと、また北節に帰れるんだよな、行けば。うん、ただメカニクスはかなり不確かでも。いや、まあ、うん、カンパチは組めるけどって感じかな。メカニクスでもいいような気はするな。正直そんな大差あるか、これ。っていう感じはしますね。うん、まあ特に大差ないし、走塁のキャラがいる分こっちの方がメリットあるんじゃないかっていうことさえ思うので、これは踏んで全経験点諦めにして、でメカ行きましょうか。うん、大丈夫、冴えてるはず。で91まで上げて、紫と緑なんで普通に大丈夫ですね。
左、帳尻合わせ。うん、いいですね。悪くない。ちょっと技術もらいすぎたから危ないんだけども。左、チャンス。阿部比レベル2でしょ、トロン。まあ、先駆けをサクッといきたいですね。か、この7を取って前傾検定狙っていくか。そうするか。おわー、なぜだ。友田は失敗されましたね。まあ、そのミート、依存ミートだったかな。その辺の打撃能力上げてないんで、まあ、わかるっちゃわかるんですが。カンパチ待てないな、本当に。これが今回はよく起きそうですね。変な話。あと僕、打開結構まだかな。一回休みましょうか。チュン、ナイス。8もったいないなぁ。まあ、ここは先駆けを上げていきましょう。うん、いいですね。フィンショーは頑張って稼げてますと。ただその、パーセンテージがなぁ。うん、北摂帰るんならもう出ないといけないしな。そう、北摂行くんならもう出ないといけないです。北摂を無視するんだったら、まあまだ。うん、でも行くとこないもんね。これは北摂に帰りましょう。うん、行くとこないっす、他。で、必死にここで 120% 積むしかないっすね。超ラッキーボーイ。うん、8500点なら、まあまあ、まだまだ一応走れるでしょうと。タックの回数もわかんねえな。ここは、内野安打と粘り打ち取って108もらうのが、まあベストですね。粘り打ち。で、108もらいましょう。タックの回数がわからん。で、ヒットは絶対欲しいと。30にはします。いけましょうか。よかったよかったよかった。素晴らしい、ハッチ、ありがとう。まあ強いね。しかもこれハッチが108くれますからね。今さっさと寝て大丈夫だったか。うん、大丈夫か。タックの回数は今何回だった。11か。これで終われますね、いけば。あ、ただここはハッチでいいでしょう。108もらいましょう。友沢か。友沢、阿部比、パワー比いらないから、一回デートでいいっすね、ここは。みそのはいらないな。カンパチのリベンジ追い打ち。うん。で、ミートコツ狙いですね。120% 詰める？これ。やばいんだけど。
ああ、ダメでしたね。で、ミートどうしようかな。あげるかも。ちょっとある程度あげましょう。で、ここでまあ、敏捷をある程度稼げたの大きかったっすね。うん、いいんじゃないかな。うん、いらんいらん、もういらん。普通にデートを連発するんですが、バーもいいか。やる気とか体力とかもいいか。マネーとか。友沢。初級か。さあ、どれくらいやれるかわかりませんが。ある程度準備して。で、まあ、しっかりと、もうここの時点で乗せられているので悪くはないと。いう話と、バント。広角打法か。いや、どうでしょうね、これ。さあ、行きますか。はい、勝てました。次行きましょう。まあ、ミートコツ来たら考えるぐらいで、あとはいらんっすね。ああ、来たな。拾うか。ああ、入りましたね。うん。まあ、足りてるでしょ、さすがに。ブドウの4番いきますか。まあ、297。精神やばいな。はい、勝てました。ということで次行きましょう。勝てるけど、ほんとギリギリの戦いなんだけど、さっきから。騎士だか。デートしましょう。広角打法。まあ、できれば精神入れていきたい。精神結構やばいっすね。これ、後ろの方を取れないな、この後。うわぁ。あげたか。そうですよね。これ結構きついっすよね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。これなんか諦めないと無理だな。うん、これなんか諦める必要性ありますね。どれを諦めよう。まあ、執行の一部行った方がいいと思うけどな。査定全然違うしな。ただ激重っすね。はい、勝てました。次行きましょう。精神が足りません。25。おー、素晴らしい。この60万は偉いっすね。終わってからでいいか？終わってからで良さそう。あー、ファーストか。守備力ものすごいアップって言っても、もう完全にアップしてるんですけどね。って思うと、やっぱここは見てあげよう。行きましょうか。はい、ということで勝てました。次行きましょう。これでやることはやったな。安定の入らない祝福。うん、まあ1万3000点、まあそれなりには出てますね。で、走塁。盗塁も抑えたいが無理だな。うん、ラッキーボーイは一応取れますね。まあ、査定はこれかなりお察しになるけど。まあ、いた、仕方ないでしょう。こんなもんか。30でいいよな。40いらんよね。これで確定させます。
盗塁が痛すぎた。はい、ということで SS1 ですね。もうちょっと査定を上げたい感はありますが、まあこんなもんでしょう。はい。はい。はい。まあ今、あれですからね。夜中の3時ですからね。はい。ということで、今 SR10% を取るべきでしたが、間違えて PR ガチャ券を取るぐらいには疲れております。はい。ということでですね。まあ、特攻はこんな感じで作っていくのかなと思います。まあもしかしたら蓋を開けると、普通にパワー上げた方が良かったとかあるかもしれないので、この立ち回りが正しいかどうかわからないんですが、ぜひぜひ、皆さんも参考にいただければいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。